はい、皆さん、毎度毎度。育毛矯正の2剤ね、この時ね、過酸化水素をかけると思うけど、この過酸化水素がね、塗布してどういうことになってるかね、ヨードカリウムね、試験紙でね、酸化剤がね、存在してるかどうかをね、測ったらどういうことになるかね。これ、塗布して直後っつうのは、まあ、髪の毛の中に染み込んだものと表面に浮いてるものってあるよね。で、もちろん表面に浮いてるものっつうのは、酸化剤として生きてるけど、これをよく髪の毛と溶かしてなじましちゃうじゃない？そこで測るとすぐにもう酸化剤じゃなく反応しなくなるんだよね。確かにね、ほぼ一瞬でね、酸化剤じゃなくなってるね。何になってるかわかんないけど。で、これがね、髪の毛の中の還元された物質と結合して酸化剤ではなくなったのかね。それともアルカリと反応してね、過酸化水素がただ単にね、分解して、まあ、水になったっつうの。で、この髪の毛っつうのはアルカリだないかなと思うんだよね。一液つけてアルカリにつけ込んでるわけだから、いくらシャンプーしても徐々にアルカリが戻ってくにはよくわかんねえ。で、ある程度こうやって一周つけちゃうじゃない？それからもうさらにつけても酸化剤として反応するんだよ、今度はね。ということはもう酸化しなくなって、過酸化水素をいくら塗布してももう酸化しなくなってる、酸化させる成分がないって言えるんだよね。今回ね、ヨードカリウムでんぷん液のね、試験紙買ったけどね、このぐらいのことしか分からなかったね。臭素酸が測れないのがね、もう残念だったね。はい、お疲れ様でした。